小野江敏夫は、日本の実業家。グローリー名誉会長。姫路商工会議所顧問。父は、グローリー工業社長の小野久志作。祖父は、国境機械製作所創業者の尾野作兵衛。兵庫県姫路市出身。物心ついたのは4、5歳頃の1940年、前後で、当時小野家の家業である会社は、国鉄姫路駅の南西にあり。 自宅はその隣だった。家は割合裕福だった。父のこと武器作は乗馬が好きで馬を飼っていた。父が家庭ではうるさい親父だったため親元を離れたくて地元の高校を卒業すると東京へ出た。中央大学理工学部へ進んだ。よく遊んだので成績は中ぐらいだった。大学を卒業した1959年は就職難で 職が決まらなかった。とりあえず父の友人が社長を務めていた、東芝グループの西芝電機へ入れてもらった。つまり、コネ入社だった。西芝電機で2年半ほど働いた頃、父から国坂機械製作所へ入れと声がかかった。1961年、国坂機械製作所に入る。1965年、販売市会社の国坂商事に移る。 1968年、三公史閉経三期から、経営支援を求められた。経営支援を求められた三公史閉経三期の再建を果たし、1970年6月、国坂駅改正作所に戻った。副社長だった1982年、米国に、グローリー USA を設立した。1989年、社長に就任した。 社長になったらすぐにバブルがはじけて業績が下がり始めた。売上高が伸びなくても利益を出せるよう構造改革に努めた。2000年、小渕恵三首相の肝入りで発行された2000円札への対応は急だったので苦労したが特殊の恩恵に預かった。その年末に東京証券取引所一部に上場したのを機に2001年6月に社長職を西野秀人に譲った。 2004年、姫路商工会議所の回答に選ばれた。ありがとうございます。